新潟競馬場第8レースダリア賞2歳オープン芝の内回り 1400m メンバーは8頭です。3番マジックオブラブは大井競馬からの参戦となります。さあゲートには2コーナーポケット1番奥枠入り終わってスタートしました。若干6番クラートは後方から、他はほぼ一段の飛び出し、まずは2番西の王女出て行って2馬身ほどのリード、5番アトロルーベンスが2番手に上がって、3番手は7番マスクオールウィン、4番手内に3番マジックオブラブ大井からの参戦で、外は並んで1番ジュントネフ、後方に8番コラソンビート、あとは4馬身5馬身後方に4番のハッピーサプライズ、さらに開いて6番クラートの展開です。後方はばらけて先段比較的固まって、これから3コーナー最初の600を迎えます。34秒7の通過、先頭は2番西の王女2馬身のリード、単独2番手は5番アトロルーベンス、3コーナーから4コーナー3番手は8番コラソンビート、上がっていっての7番のマスクオールウィンが3番手に上がっていって、4番手内3番マジックオブラブ、3、4コーナー中間から4コーナー、その後ろに1番ジュントネフ、さらには8番コラソンビート、さあ残り400を切って4コーナーカーブ直線に向いています。先頭2番西の王女、リードは1馬身から体半分、並んでいく5番アトロルーベンス、さらには7番マスクオールウィン、1番外を通って8番コラソンビート、さあ4頭広がって残り150、今度は8番コラソンビート先頭に変わった、2番手は5番アトロルーベンス、7番マスクオールウィン、2番手は激戦ですが先頭は8番コラソンビート合理、2着は5番のアトロルーベンス、3着は7番マスクオールウィンの順番です。タイムは1分21秒に人気に応えた8番コラソンビート、安城戸崎啓太騎手1400勝まであと1としています。2着わずかに5番のアトロルーベンス、3着7番のマスクオールウィン、タイムは1分21秒に上がるタイム、ゴールまでの 800m は46秒5、 600m は34秒7です。4コーナーから直線にかけて4頭広がって、直線では3頭に絞られて、最後抜けたのは8番コラソンビート、人気に応えての1着、1着は8番コラソンビート、2着は5番アトロルーベンス、3着7番のマスクオールウィン、4着は2番西の王女、5着4番のハッピーサプライズの順番です。ダリア賞確定までお待ちください。新潟8レースダリア賞を勝ちましたのは8番のコラソンビート、人気に応えての勝利となりました。新馬戦は5番手追走から差してきての3着で、未勝利戦は逃げての勝利で、今日も控えて競馬をしましたけれども、姉妹もしっかり伸びましたし ね、今後も楽しみになる、そんな印象を与えるダリア賞の勝利でもありました。コラソンビート未勝利から連勝です。2着に5番のアトロルーベンス、3着は7番のマスクオールウィン、1番人気2番人気4番人気です。単勝8番 1.9 倍、枠連の発売はありません。馬連5番8番 2.8 倍、馬単8番5番 4.3 倍、三連複5番7番8番 3.0 倍、三連単8番5番7番 9.8 倍です。まあ、前後半だいたい平均的なラップの中でしたけれども、最後は突き抜けてコラソンビート勝利となりました。はい、確定までお待ちください。